疲れ様です。正月明けでちょっと現場行こうと思ったけど、この雪ですよ。今日は珍獣だな、はい、現場来とんの。はい、こんな雨が降るの珍しい。今日積もりそうだな。はい、お疲れ。お疲れ様です。お疲れ様です。誰？お、偉い、掃除して。お疲れ様です。お、お疲れ様です。寒いな。お疲れ様です。お前らジャンバーないの？はい。ジャンバーない。ないの？はい。な。はい。きっちり近いの。これ全部やっていっとんだ。だいぶ痛みが出ないじゃん。おじさんの動画投稿だな。あ？これ結構大変な物件だな。もう撮っとる？撮っとるよ。何？何？おお、すごい。寒いな。どっち行くの？降りる？降りないっす。もう入って。嘘。尻とかこういう手作業だもん。あれ寒いよな。足場とか、まあ、体動かすといいじゃん。そうですね。体動かさんもんな。はい。ジャンバーないか。まあ、そんなズボン寒いだろ。え？そんなズボン寒いだろ。いや大丈夫です。俺これあれだよ、密かにヒートテックだよ。そう、ヒートテックズボンって使った。なんか作業着もあるみたいですね。なんかあったかい。そうそうそう、冬用の、うん、あのなんか何毛みたいなのがブワーってなってるやつあるじゃん、はい、内側になんかなってるやつ、はい、ああいうやつだったら全然寒くない。僕まだ夏用なんで。そう、はい、やばいでしょ。久々の CG だな。久々っすね、ほんと久々っすね。もうこういうのも全部でもちゃんとチェックしてやっとるんだ。こういうのって営業とかってさ、よく俺お客さんと話になるんだけど、でそのどこまでの見積もりが入ってるかってさ、こういうのはどうやって判断して、現場で判断してるのか、営業から事細かくなんか指示があるのか。指示じゃないです、現場で判断する。ある程度もひどいなーっていうところに全部直しててあげるんだ。そうですね、結構手込んどるな、これだと。こういうのもう全部あるもんな。これ全部本当塗装で隠れ取ったんですよ。あ、マジ全部取った。全部カースキで削って、うわあ、そう、本当だな、これ全部取っとるもんな。でこういうところもか、まあ、見て送信でもすぐ取れてきちゃうな、こんなな。そうですね、これ塗装も大変だよ。これこのまま塗れるんかね。取れてくるだろ、こんな取れてくる。ある程度はカースキで削ったんですけど、うん、どうしても。あ、そういうことな、めくれてくるところと。だいぶ経ったよ、これ築30年か40年ぐらい。多分何もやってないんだ。一回初めての塗装だな、だと思います。いや、下地がもう悪いんでボコボコになるんですよ。あー、下地が悪いんだ。それはしょうがないな。この辺とかもちゃんと作れてないですもんね、本当は。もっと綺麗に、その中で予算の中でどれだけ綺麗にやっていくかっていうのが大事だしな。まあでもとにかく一番第一にはもう家守ってあげる、絶対的に雨漏れしんようにするってんだろうな、はい、これそっちから見えるかな。こういうトイの金具とかも全部シール巻いとるんだよな。下から見え、そうですね。あー、そこな。お前違うやつ出してるよ、声出せよ、お前指でやってんじゃねえよ。え、全部やってっておんだ。はい、青一緒って現状聞いてないですけど、営業も今週現状は青一緒でしょ。ただ、しとると思う、水がくぐったる。あ、もう踏みとって、はい、ああやってたらもう水が完全にくぐっちゃっとる。くぐっとるっていうのは、まあ、中に入ってますよってことだよね。はい、建物、あ、躯体っていうかね、建物がもう吸い込んじゃってるやつ。まあ、だってこれコンクリートとか壁がむき出しだよな。まだこれ鉄筋コンクリートだもんね。まだいいって言ったらあれだけど、これほっとくと今度この鉄筋が爆裂しちゃうんだよな。ここみたいな感じですね。ああ、そう、爆裂しちゃうじゃん。これね、なんでそれ起きるかっていうと、鉄筋が錆びちゃうんだな。水吸って鉄筋が錆びると太くなるもんで、錆びたんだ。で、コンクリートがうーんって膨張してボーンってなるんだな。それが爆裂。で、みんなようお客さんに、いや本当爆裂とか普通にしますからねって言うと、いやそれはないでしょって、コンクリートがそんな錆びぐらいでって言うけど、これ実際爆裂してるもんな。はい、もうこれ取れちゃうから。取れるか、取れはせんな。お、膨らんでるだろ。そっからまた水が入ってくるんだ。それも一番入ってくるな。ケーモルかなんかやらんと。そういうことやな。それは後でやってるんだ。それは僕らにパートソハの順番か。それ何、どうやって使い分けとんの。こう場所場所っす。これが入らんとこが、うん、こっちでやったりとか、うん、で使い分けてるんです。あ、そのスポンジだけじゃなくて。はい、これしかもベトナム人が作ったんですよ。そう、しかも、うん、本当のシーの食器用なんか削るやつがあるんですよ、うん、あれ使わずに、あの普通のサンダーあるじゃないですか、うん、
あれでビーって削って、うん、そっからペーパー当てていくんですよ。あいつら。あ普通はカッターみたいなのがあるんだけど、そういうなんかグーって回ってこう。あ、グラインダーみたいなやつな。あ、グラインダー。うん。あれに当てて、こう削っていくんですよ、本当は。うん。それゴムごとついてんの？いや、これゴムだけのやつで。うん。で、あ、鉄板の後でつけるんか。これ買ってきて、これくっつけるんですけど。あ、そういうことな。多分これ、ベトナム人が作ったやつ、メルカリかなんかで売れると思ってた。マジで？はい。内職で？まあ、他の。ね、仕事暇なもの作る。あ、そっちの方がやりやすいよ。いや、作らせただけです、僕。なんで使いやすいの？不器用だもんね、作れんもん。不器用だもん。何だよ、俺こいつらが作るんだよ、全部。はい。あ、ほんで、前はスポンジしか使ってなかった。そうですね。こんなん持ってやりたかったもんな、あんまり。あの、いろんな職人さんとかで、あって、うん、これ使ってみようって言われて、うん、いいなって思ったやつ、どんどん使っていってるんで。そういう、何、あの、原端だけじゃ、原端切るだけじゃなくて、そっちの方がいい。楽だし、早い。あ、そう。結構えぐいっすね。木が入ってたの？木が入ってますね、これ。新築で作った時に何かミスで多分こうなってるんだと思うんですけど。うん。間口の幅が全然違うんだな。開口の大きさが違ったんだろうな。これ多分、下にバックアップ材入ってるもんで、うん、バックアップ材だけじゃ材料足りんと思って多分木、積み込んだんだと思うんです、職人が。あ、ほんでこの上にシルトだな。そうそう、もうペラペラっすもんね、ここで。あ、そうだな。もう取れんもんね、これ。ああでもシーンだとめちゃくちゃ食っちゃうもんで、ね、材料持ってね、木入れてこうかみたいな。そんな感じです。のりこの幅が半端ないもんな。で鉄筋コンクリートだもんね。もう幅が調整できるんだろうな。そうですね、うん、ちょっと逃げすぎとんだなこれな。最初になもんで設計ミスじゃないけど、うん、おかしい作り方しちゃいますけど、ね、そうそうだよな。この開口でもミスっちゃったもんな。そうですね。普通こうやって窓のほうが全部開口がビシッとあっとるじゃん。だけどここはもう開口が合ってないので、ここまでだって大きいところなんて普通ないですもんね、めっちゃ幅が、うん、45、こっちはこっち60です。 60? 材料もそんなに食っちゃうし、カートリッジだったらええことだな。カートリッジだったら全く足りんと思うんですよ、ええな。でもうカートリッジ1本で取り返してもいいんだろう。もうほんと全然進まんと思います、こんなカートリッジだったら。そうだよな。でもこんなんだってもうこれで打つよりもうこれ鳴らして言ってた方がいいわよ。はい。ヘラで。だからな。すごいな。あ、これどうするの？これはもう、車内もこのまま打つしかないですね。バックアップ材入れずに。いや、この状態、一応入れたんですよ、これ。あ、これ入れたんだ。こっち、抜けたとこは全部入れて。うん。生で打っても結局いいんだよ。あ、これも入れたんだ。うちがこれ入れたんだ。そうです。あ、このスポンジみたいなやつないの？これもとかなかな？こうやって入れとるじゃん。それもともと入っとったやつです。あ、こういうのがなんか、こういうの買っとくよ。ないの？いや、材料屋さんればあるんですけど、うん、あんま使わないんで僕。ホームセンター売ってないの？マルパイは。ホームセンター売ってない？売っています。あ、ちょっとこれ入れた方がいいぞ、ここ。比較レベルだろ。だってこれ、肉厚でどんだけある？ 30の60だもんね。何センチ打てるの？ここも25。これ貼ってな？はい。こういうのをちょっとガーッと入れてかないからな。入れすぎてもペラペラになっちゃうんで、あ、まあ1センチ以上ぐらい取りゃいいってことか。幅の半分なんで30ぐらい。あ、そういうこと。幅の半分、3センチ幅があったらもうここまで来たら違うんだよ。そうでもない。いや、もうほんとこんなんないですね、絶対に。まあ、100とかあると材料垂れてくんですよ、うん、硬化するとともに重くなってくもん。あ、そういうこと。あ、100って言ったらもうこんだけの幅打つ時もあるんだ、たまに。あれ新築とかであって、だれてきたりとかもするんです。何その新築だよ、このミス、設計ミス。あ、設計ミスだな。なので、酒屋さんに補修して、もうちょっと幅を直してくれって言って、うん、ちゃんと監督と打ち合わせして、直してくれる現場もあるし、うん、もうそのままやっちゃってよっていう現場もあります。あ、そういうことな。まあ、これだったらそうだよな。まあ、上から塗料を塗るでいいとはいえ、大変だよな。大変です。まあ、劣化自体はその、まあ、二括が取り取るのは別に問題ない。そうですね、うん、一応あんまり幅があるからやばいってことはないよな。ないですけど、本当でもこういうもので売ってった方がいいわけだな、こんだけやったら。そうですね、本当は幅が狭い方が理想だよな。理想は理想です。そっちの見栄えもいいんで。まあそうだよな。これは大変だな。この窓周りは、この窓周りは撤去で指示が出てるんだ。撤去ですね、はい、うん、これ窓周り全部撤去した。撤去です。うーん、
ぶいっとるね。まあ、久々に陳情のところに正月早々、今年の抱負はあるの？今年の抱負は、うん、はい、俺の顔見てね、抱負なんかねえって怒られると思って、いや何も考えてなかったっす。何も考えてなかった。なんか目標みたいなの？結婚することっすか？今年？今年こそ黄色いピコハンマーがねえわでも、しっかり考えてるの？結婚。はい。嘘つくわ。じゃあマジさんです。おのおのいないですね。じゃあ結婚的にいいやん。えみちゃん。あ、誰？えみちゃん。えみちゃん。えみちゃん、おんの？いや、キャバ嬢っす。うんこぼれそうだった。そんなやつよ、離婚したらおかしなのかな。まあ、キャバ嬢だけ悪いってことないけどね。またお金持ってくよ。皆さん、じゃあ、求人道場ってさ、やってるんで、新人の職人とかも募集かかったのかな。今もう400社、500社登録されとって、500社まで登録いったら、まあ、有料にしようか、まあ、無料のままやろうかなとも今思っとるんですけど、まあ、全然違うこともやっとるんで、求人サイト自体は無料でやれてもいいのかなと思ってますんで、ぜひその求人道場建設業専門で出てくるのかな。なんで、もうあと100社で500社行くんで、ぜひ皆さん一人親方の人も募集できるんで、登録してください。よろしくお願いします。しまーす。いってますよ。またねー。せーす。いきましょう。おめでとうございます。終わってから喋るいつも喋るじゃないと思う。結構喋る。終わってから喋る。そう、いつも最後のことを最後の言葉を考えとる。楽しみにしちゃうの。Thank you.